皆さんこんにちは、背景イラストレーターのアリです。今日も楽しんで描く背景イラストやっていきたいと思います。このチャンネルは iPad を使って背景の描き方や風景の描き方だったり iPad のアプリの紹介をしているチャンネルになりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今回なんですが、今回ですね、壁のテクスチャを描くその1位ということで第1回目やっていきたいと思います。前回前々回でですね、こう家具の、まあ、背景のですね、塗り方をやっていきました。で、その中でですね、まあ、最終的に色を塗った後にテクスチャーを置くとよりリアルになるよって話をしたんですが、そのテクスチャーの中でですね、こう壁は結構こう面積が広いので、その壁のテクスチャーをですね、何回か履いてみてですね、実際に作っていただければと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、それではですね、壁のテクスチャーを描くその1になりますが、テクスチャーを使うことでですね、まず時短をすることができますよって今回描く目的でですね、で特に冒頭でも言いましたが、面積が壁は大きいんですね。もちろん一番奥とかね、家具がない時に一番面積が、ね、でかいところになるかと思うんですが、まあ、その面積が大きいところのテクスチャーがあるとですね、まあ、時短ができると。でどうするのかというと、描いたテクスチャーを保存しておくことで、まあ、またね次回違う時とか、まあ、何回か描いた後またこれ呼び出そうかなってした時に持ってきてあげることで、その壁をですね一瞬でテクスチャーを貼るだけで描くことができると、まあ、表現できることができるということをすると時短になりますので、今回ですね各テクスチャーはですねしっかり保存しておくことをお勧めします。結構ですねメインにならないところも、その奥とか雰囲気作りのところとかですね、結構テクスチャーをペッて貼って終わりのところもですね多い感じになります。背景イラストを描いていく上でですね、もちろん毎回毎回全部自分で描くとですね、もう全部違う絵になってオリジナリティが出てくると思うんですが、結構こういう時短をしたいなって時に非常に便利なのでぜひ使ってみてください。でその壁紙の中でもですね、木とか石の感じはですね使用頻度が高いので、今回ですね壁紙と木と石をちょっと紹介していこうかなと思います。でその中の壁紙と木ですね、これを今回の第1回で、石は次回の第2回目で紹介したいと思います。で壁紙はですね、もう少しデコボコなブラシを塗るだけで終わるかなと思いますので、これも前回の動画でもですね最後にテクスチャのブラシの紹介をしているんですが、まあ、そこからの流れになりますね。結構このプロクリエイトの中にはですね壁紙そのまま使えるブラシみたいなのがありますので、それを何個か紹介していきたいと思います。でもう一個ですね、もう一個は木、こう板張りの壁とかですね、腰のあたりまでこう板が張ってるような壁とかですね、そういうのもあったりしますので、そういう時に木っぽく見えるための描き方ですねを紹介していきたいと思います。はい、まずはですね壁紙はブラシのテクスチャーで描くことができます。で今回使うのはプロクリエイトなので、プロクリエイトのブラシを何個か紹介しますが、まずはアーティストクレヨン、このスケッチの中にあるですねアーティストクレヨンっていうやつが結構そのままですね壁紙に使えたりします。でここにね載ってるタッチなんですが、こういうタッチですね、こういうちょっとザラついた感じのタッチが出せますので、お部屋のね壁とか見てみると意外とこういうザラついた壁があったりしませんか。なのでもうこういうのをね一発描くだけで、あ壁紙っぽいのがねなんとなく、まあちょっと凹凸ができるみたいなねのが一発でできますので、もうこういうブラシをですね壁になるところにこうやって塗ってあげるだけで全然壁紙として機能します。で今描いたのはこのソフトパステルですね。なのでこのソフトパステルも壁紙として使うことができます。結構こういう壁紙もねよくありますよね。なんか触るとねちょっとザラついてる感じで、ちょっとデコボコがある感じするような壁紙っていうのはねよくありますので、この辺はかなり使えるブラシですね。なのでスケッチの中のソフトパステル、オイルパステル、アーティストクレヨンとかですね、あとはペイントの中にも結構優秀なのがいっぱいあるんですが、その中のですね今回はサラマンカを紹介しています。これですね。でサラマンカはどういう感じかというと、一定で、ね、描くのは難しいんですが、こんな感じの、ちょっと分かるかな、ちょっとね細か非常に細かい白い点が入ってると思うんですが、これもですね本当に壁紙でよく使うさっき このソフトパステルをもう少し細かくした感じ、それこそちょっとザラついたような壁紙を作りたい時とか、このサラマンカ一発でね描くことができます。なので、この辺のですね、プロクリエイトの中のスケッチだったり、ペイントだったりの中にはですね、かなり使いやすいブラシがですね、眠っておりますので、ぜひですね、このブラシいろいろ触ってみて、壁紙をですね、描いてみていただければと思います。ちなみにこのテクスチャーの中のビクトリアンとかですね、これとかもね、こんな感じのが描けますんで、こういう壁紙もありますよね。ちょっと絵がついてる、ロゴがついてるような壁紙だったりとか、もうこういうのとかね、並べてね、で詰め込んで書
影とか入れてもう終わりって形で書けますので、本当にですね、こういうの一回書いて保存しておいて、次また呼び出すとかするだけでですね、時短に、非常に時短になりますので、壁紙はですね、なかなかこうブラシを使うだけで簡単に書けるよっていうのがね、伝わったかと思います。こんな感じですね、いろんな、まあ、壁紙の場合は保存っていうよりはブラシの種類、どんなブラシがどういう効果があったのかっていうのを、こういうようなですね、一枚のイラスト、まあ、こう塗ってみて名前書いてっていう表を作ってあげるとですね、実際いざこう壁紙書こうと思った時にこの表を見るとですね、今回の壁はサラマンカで行こうとか、そんな感じでね、選べたりしますので、自分なりのですね、こういう表を作ることをお勧めします。実際内装の壁紙を貼るときとかもですね、なんかこう壁紙のこうサンプルとかの本をね、もらったりするんですね。その本を見て壁紙を見るので、まあそれと同じようなものを作るってことですね。なのでブラシのですね、使えそうなテクスチャーのブラシをですね、こんな感じで一個一個書いてみてください。これで壁紙はね、以上になります。もうブラシをね、塗っただけですね。非常に簡単です。で、もう一個はですね、木の書き方になります。木はですね、縦のライン。を使うことで木目ってものを表現することができます。なので基本的にはですね、木目を描いて、でそれに色をのせる形になります。ちょっとここからですね、写真から見ていきたいんですが、写真のこの板をね、見てみると、なんかこう縦に線が、ね、入っているのがわかるかと思います。でこの縦のラインというのは結構ですね、木のイメージに近い、まあ、木の感じをね、出すことがしやすいので、この縦のラインを活かして、今回スケッチのですね、鉛筆 6B で描いております。鉛筆 6B とかで、こういう感じで縦のラインですね。こっちに書いてみましょうか。縦のラインをですね、できるだけフリーハンドでこう書いてあげて、ちょっとこう、節のとことかもね、つけたりして。で、こんな感じでですね、書いてあげたりすると、なんか木の板っぽい感じがね、書けるかと思います。綺麗なまっすぐな線ってわけじゃなくて、少しフリーハンドでちょっと短いラインでこう引いていくっていうのがポイントになります。でそれを繰り返すことによって、こういうイメージですねを書いてあげると、まあ、少し粗めのブラシで縦のラインを書いてあげましょう。フリーハンドがおすすめですよ。で木の節、この丸いところですね、こういうのも特徴になりますので、書いてあげるといい感じになります。でこれを書いた後にどうするかっていうと、これをですね、もうコピペして貼っつけてあげます。コピペ、回転、まあ、反転かで、貼っ付け。で、あまりにも同じのが並ぶようだと、ちょっと嘘くさくなっちゃうので、少しね、ここに足して書いてあげたりとか、節を違うところに作ってあげたりとかして、いろんなパターンを作ってあげてください。で、そのパターンを作ったらもう終わりですね。これで、またこの下に木の色の、こういうのを入れてあげると、まあ、これだけで木の壁っていうのを書くことができます。で、今これ、ベタ塗りで書いてるので、わかりづらいですが、まあ、これベタ塗りじゃなくてですね、少し、前回もやりましたけど、グラデーションをですね、少しかけてあげたりとか、まあ、色のムラとかですね、こうやってつけてあげたりすると、よりそれっぽくなりますね。こういうムラをつけてあげて、あとは今黒で描いてるこの節ですね。この黒で描いてる節も、黒じゃなくて、少し濃いめの茶色とかですね、色を変えてあげたりとか、するだけで、まあ、割とですね、これだけでこの木の壁っていうのを描けますね。あとはもう上の方に少しレイヤーを足して、こうやってハイライトとかを少し追加していったりとかですね。こういう感じでしてあげると、木の板っぽい感じになったかと思います。なので、この木の板はですね、いろんな色がありますので、この木の木目を書いて、これを保存しておいてあげると、後から呼び出して、それをですね、色に合わせて、こう、板に、ベタ塗りだったり、グラデーションをかけた板にこう貼っていくってことで、木の壁っていうのを作ることができますので、この木の書き方もですね、覚えておくとかなり便利に使えるかと思います。なんとなくね、こうランダム感を持って線を引くっていうのがポイントになりますので、フリーハンドでね、ぜひいろいろ書いてみてください。で、あとはですね、こんな感じで今、どうしてもイラストっぽくなるんですが、ちょっとリアルにね、したい場合とかですね、このプロクリートの中のテクスチャーの中にウッドっていうのがあるんですけど、このウッドっていうのが塗ったのがね、これなんですけど、まあウッドで塗るとね、完全にもうフローリングが出来上がりますんで、もうこれでもね、OK です。めちゃくちゃね、リアルな感じで、もう一瞬で描けます、本当に。こうやって描くだけで、幅も変えれて、ウッドがね、描けますんで、まあ、これもね、かなり最初から入っているブラシの中でかなり便利なブラシになりますので、このウッドもおすすめになります。
なのでこの自分で描いたね縦ラインを使ったりとか、もともとあるブラシを使ってぜひ木の壁描いてみてください。いかがだったでしょうか。今回はですね、壁のテクスチャーを描く方法について紹介しました。壁紙と木の描き方ですね、かなり簡単な紹介になりましたが、壁紙はもうブラシを作って、それとブラシのですね一覧表を作ることをお勧めしますというお話をさせていただきました。あと木はですね、縦のラインが特徴なので、縦のラインをうまく使って木の木目を描きましょう。で、木目を描いてそれを並べてですね、あとは色をこうつけてあげることで木の壁のイメージをですねすぐ描くことができますので、その辺もぜひ真似してですね描いていただければと思います。あとはブラシもあるよということでね、いろいろぜひ使ってみてください。かなりこの壁のテクスチャーを描くだけでですね、部屋のこうでっかい面積のところはもう塗り終わりになるんでね、かなり時短になるかなと思います。ぜひ楽しんでですね描いていただければと思います。今回の動画が良かったよ、参考になったよという方はぜひチャンネル登録、高評価のもよろしくお願いします。また通知のベル押していただけると嬉しいです。またウェブサイトやっておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。SNS もやっておりますので、フォローしていただけると嬉しいです。僕のイラストも販売ともしておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。またメンバーシップもやっておりますので、下のメンバーシップのボタンからご確認ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ハイキラスレターのアリでした。さようなら。